はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。この時間はですね、坊主カフェと言いまして、仏教について、お寺について、また、沖縄の習慣やしきたりについてお話をさせていただく、1時間の番組となっております。はい、そして今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市の普天間にあります神宮寺というお寺の住職をさせていただいております金城良慶です。はい、それとはい、FM ギノワンスタッフの今西恵です。よろしくお願いします。はい、改めましておはようございます。おはようございます。なんか今日はドキドキな、今日は賑やかです ね, ね, ね、いいですね。スタジオ内がね、こんなに人がいるのもいいですね。ドキドキ、いいですね。はい、ということでですね、今日はですね、また後でちょっとあっと驚くゲストの皆さんを紹介したいと思いますし、はい、それからですね、急なんですけれど、はい、はい、ですね、急なんですけど、変ですけど、私のお寺ですね、神宮寺で毎年、はい、秋10月頃にお祭りをしておりまして、はいはい、神宮寺祭りと言いますが、はい、でそのお祭りのですね、はい、今回ちょっとこうイベントの、記念というか景品というかですね、はい、こういうシャツを、記念 T シャツ、はい、記念ポロシャツですね、はい、の方を、はい、ちょっとリスナーの皆さんにプレゼントをしたいなと思いまして、はい、今回持ってまいりました。はい、ぜひね、このね、画面でね、見てる方はですね、ね、見えると思いますけれど、このポロシャツの方を結構ね、サイズもあります。 SS から、S サイズ、M サイズ、L サイズですね、ありますので、各種揃ってます、はい、各種揃ってますんでね、ぜひこれ欲しいという方ね、このシャツね、欲しいという方、ぜひこの番組の後ですね、応募していただければと、はい、で、ですね、そうですね、応募というかこの受け取りなんですけれど、はい、神宮寺のお寺の方にですね、直接来ていただいて、はい、この坊主カフェ聞きましたよと言っていただきましたら、うん、このリスナープレゼントの方をお渡ししますので、はい、場所はですね、このラジオ局ではなくて、神宮寺お寺の方に、直接来てください。でお寺は、朝の9時から夕方の5時まで事務所空いておりますので、その時間に来ていただきまして、ね、このコメント、坊主カフェ聞きましたよと、おっしゃっていただいたら、こちらのリスナープレゼントの方をお渡しします。で一応ね、今回、5着用意しておりますのでね、はい、ぜひぜひたくさんの方来ていただければと思います。はい、ということです。でこのシャツですね、ちょっとだけ説明なんですけれど、はい、メイドイン普天間、メイドイン普天間なんですね。はい、このね、シャツのこの胸のところにですね、はい、ガッちゃんと言ってですね、はい、神宮寺のマスコットキャラクターなんですけど、かわいいですね。はい、ありがとうございます。はい、このガッちゃんがデザインされてまして、はい、で普天間の T シャツ屋さんと、こうコラボで作らせていただいたので、もう本当にこう普天間のお店で普天間のキャラクターを使った、本当にメイドイン普天間、メイドイン普天間のシャツを使っ、今回ね、皆さんにプレゼントしたいと思いますので、ぜひぜひ皆様お寺まで足を運びください。はい、はい、ということでですね、この番組は坊主カフェですが、いろんな皆様からのコメントメッセージも、たくさん募集をしております。はい、FM ギノワンのホームページから直接コメントをいただくことも、できますし、あとまたですね、メールで、コメントをいただくこともできます。で、アドレスの方が797@fmginowan.com となっておりますので、ね、ぜひこのリスナープレゼントのシャツ欲しいという方から、沖縄のお寺ってどうなんですかという ね感想ですとか、いろんないただきたいと思います。はい、ではですね、今週も1週間いこうと思います。ではですね、ここで1曲曲をお届けしたいと思います。ですね、今週はちょっとね、この後神社についてお話をさせていただこうかなと思っておりますので、はい、はい、今週のテーマはね、神様で、神様特集で、神様特集お寺なんですけど、神様特集でいきたいと思います。はい、はい、ではですね、1曲目は、上村花さんでトイレの神様です。私が打ち合わせがあるんです、説明がちょっとあるんで、今ちょっと出ていい？ああ、そうなの。ああ、いいですよ。じゃあ40分とかそれぐらい。そうですね。OK ですよ。
じゃあまた40分に入ってもらうんで一回出ましょうか。今日つぶやきしてもうすぐあのお寺の話でじゃあ 3番目にそうしましそうね。本当ね、ゴルフシャツ着てるやつ。そうね。今日のつぶやきはね、あのこの前京都行った時にちょっとあの上賀茂神社っていう神社に行ってきたんで、はい、ちょっとこの神社のお話を、はい、古い神社さんなので歴史と か、うん、なんかすごい由来とか、うん、依代とかさ、鬼門とか清めの砂とか、なんかいいお話があるって。ちょっと今日のお寺さんは長恩寺っていう長恩寺、あの潮、海の潮の音のお寺。へえ。なんか潮の音が風流だ。ね、風流ですね。まあ残念ながらないんですけど、相変わらずなくなってしまったんですね。体験を受け入れているのね、うん、これは FM ギノワンさんが中学校にいいですよ、それとも中学校が中学校さんから、うん、受け入れてもらえませんか、うん、何日ぐらいいるの？3日間です。放送部ではないのかな。放送部ではないみたいですよね。めぐみ君の中学校に来なかった？なかったですよ。ないの？俺もなかった。いいよな、ここでね、子供の時から職場を覗けるって。インターンとか行きました？いないですよね。大学生のアルバイトからね、なんか関わる職場に仕事なんて。Thank you.
めっちゃ長いですね。長いです。気づいてなかった。気分がある。どっちで終わりましょうか。お送りしている曲は上村花さんのトイレの神様でした。はい、した。はい、ありがとうございます。はい、あ、そうそう、コメント。はい、コメント来てましたね、キキマルさんから。はい。はい、放送の後ゴルフにでも行くのかなと思ってたらそういうわけだったのかということでね。そういうわけだったんですよ。画面でね、ピンクのポロシャツをよけさん着てますんでね。はい、ここにガッチャもいます。ガッチャもいますよ。そしてあっくんさんおはようございます。おはようございます。コメントいただきました。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。この今週はねちょっと、ラフないつもね、はい、あのサムエーっていうの来てますけどね。そうですね、今日は、あの、はい、あのリスナープレゼントのシャツをちょっとね。そうなんですよ、はい、もちろん私が着てるのはプレゼントしませんから皆さん安心してください。安心してください、はいはい、安心してください。で次のコーナーいきましょう。はい、はい、ですね、お坊さんのつぶやきですけれど、あの、まあ、先週、もう先々週か、ね、はい、あのちょっと京都にあの仕事で行ってきた、ね、はい、っていうお話先週もさせていただきましたが、ね、はい、あのですね、まあ、ちょっと時間があったので、はい、あのずっと前から行きたかったあのちょっと神社にやっとね今回行ってきたんですが、どこに行かれたんですか。うん、あのですね、あの京都でももう結構北の方なんですけれど、はい、上賀茂神社というね。あ、上賀茂神社、はい、行ってきて有名ですよね。有名ですね。でね、あの私がいつもねこの京都行くときはその本山の東寺というのは、うん、はい、京都駅の南の方なんですよね。はい、ね、区でいうと南区なんですよ。あ、そう。でこっちの上賀茂神社は北区なので、はい、もうだいぶ南北で遠いんですよね。うん、で、まあ、いつも行きたいなと思ってたんですけど、あの例えば電車でもなかなか行けないし、うん、どうしようかなと思って、で最近あの私やっと京都通ってもう20年弱ですけど、はい、やっとあの京都のバスの乗り方を覚えて。京都のバスめちゃくちゃ難しくないんですか。いやと思ったらすごく簡単というか便利でしたよ。本当ですか。私めっちゃ迷いました。あ、そうなんですね。私も今回ね今回というか去年ちょっとあの、まあ、ひょんなことからバスに乗ることになって、はい、で使ってみたら結構、はい、あ、便利というか、へ、使えるな、上級者ですね。いやいやいや、それで今回ねあの使ってみようとしたらすごい便利で、うん、本当にほらやっぱりその上賀茂神社とか、まあ、はい、その本山の東寺とかね、はい、やっぱり大きなあのもう観光名所なので、うん、もうバスがすごい目の前まで来るんですよ。うん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 、なのでこう東寺から、今回どうですか、東寺から乗ったんだっけな、ちょっと京都駅、あ、一回京都駅まで行ったんで、はあ、京都駅から乗ったか、もうすぐ上賀茂神社の乗り場、ここと京都駅は分かりやすいかもしれないんです。そうそう、河原町のね、はい、バス停がもうぐちゃぐちゃなんですよ。市場のね、そう、市場の河原町、そこは難しい、なんか6つぐらいバス停がありますね。6つぐらいバス停があって、わけわかんない、どっちの方角に向かうのか分かんない。あれあそこ難しい、あれ難しい、市場河原町は難しい。そうそうそう、京都駅はまだね、京都駅分かるやつ、こっちに行きますっていうのが書いてるから、ちゃんとねあるんでね。そうそう、まあそんな感じでね、今回上賀茂神社、はい、はい、あのバスで行ってきたんですけれど、あのまあもともとね、まあ、行きたかったのはこのあの京都っていうのはもともとはあの山城の国って言って、その都になる前はまあもちろんあの奈良が都だった頃はまあいわゆる一地方だったわけですね。うんうんうん、でこの山城の国にもともと鴨氏っていうこの一族が住んでいて、この鴨さんたちの要は氏神様がこの上賀茂神社とまあ下賀茂神社で、確かね下賀茂神社の神様が、はい、親で、上賀茂神社がそのお子さんだったかな。そうなんですね。そういうあのこう
あの間柄なんですよ。へちょっと逆だったかもしれないですけど、はい、まあそれなんでも要はその京都平安京ができる前からのもう神社なので、うんはい、もうだから千何百年とかもうもっと古い。へでここねちょっと調べたら、はい、もう要はそのなんていうの、その人の時代じゃなくて、うん、この神業っていうとこの神様の時代にもう建てられた神社。はいっていうのでもうだから古すぎてよう分かりませんみたいなそういうこのもう歴史があって、はい、そうそうそうなんで、まあ、ずっと行きたいなと思ってたんですけど、ね、なかなか遠いとかなんかちょっとまあ、 怠けてっていうか行けなくて、うん、今回ね行って、まあ、ちょうどねあの沖縄梅雨まだねだったんですけど、はい、もう京都まだまだ梅雨前だったから す,、ね、すんごいお天気良くて、いいもうこの神社に着いて、まあ、やっぱり、ね、鳥居が最初にあるんですけど、はい、もうねこの鳥居とこの後ろがもう山になっていて、はい、でもうすごい青空で雲が全然なくて、はい、もうなんかね、まあ、この瞬間のこの風景がねすごいなんかもうピーンときて、鳥居はあの朱色ですか、朱の、はい、でもすごい大きい、何メートルぐらいですか ね多分8メートル、例えば10メートルぐらいじゃないですかね。わあ、結構大きな、すごい立派な鳥居で、で本当にねあのやっぱり古い神社って大体どこもそうなんですけど、あの高い建物があんまないんですよ、うんうんうん、みんな ね, ないんですね、あの低いあの軒の建物で、はい、で大体みんなあのこのあのなんですかね、鎮守の森って森がある、ね、はい、森に囲まれてるから本当にこう朱、はい、の神社と朱色の鳥居とこの緑の森と青いこの青空と、わ、ね、もうねこのコントラストがね、あ日本に来ているっていうこの気持ちになる、風景だなってね、そうそうそう、思いますね。多分外人見たら感動するよなまあ一応私も感動したんですけどやっぱもう神聖な感じでね、うん、でまあ、あの平日の本当お昼だったの、昼間、うん、昼頃だったんで、あの人もあんまりいなくて、はい、あの空いててよかったんです。よかったですね。私なんかねあれなんですよ、まあ、自分もね京都に住んでたから思うんですけど、はい、その神社とか、ね、あのお寺とか、はい、やっぱりこのちょっと 宗教というか、まあ神聖な場所じゃないですか。うん、そういうところはあの人が多くなるとどうしてもね、うん、なんかねあの空気がねあの崩れてしまうんですよ。うん、なので寺とか神社はね混んでるとかあんまり好きじゃないんですよ。そうですね、なんか人がごちゃごちゃしてるところでなんか落ち着いてお参りできない、そうそう気がします。で、まあ、言葉ちょっと悪いかもしれないですけど、気が乱れている感じ。気が乱れてる感じ。なかなか苦手なんですよ。なるほど。だからね今回上賀茂とかは本当にもうちょうど、まあ、ちょうどとか人がいない、まあ、平日の昼間なので、そんなね人来ない時間ですしね、うんうん、でちょうど修学旅行の人もいなくて、はい、もうゆっくりお参りして、はい、あ気持ちいいと思いながらね境内をあのいろいろ見てて、はい、それでねあの、まあ、これもあの事前にちょ見てたんですけど、あのこの上賀茂神社にはあのなんだっけ、縦綱、縦綱、うん、って言って、はい、この円錐形、この円錐の形した砂、はい、盛られてる砂が2つポンポンってあるんですよ、はい、へ、うん、で要はこの神社の裏手に高山っていう山があって、はい、ここにその大昔神様が降りてきたと、はい、でその山の手前のこの土地に神社をあの作った、はい、で本来はその裏にある高山っていう山が要はもうその神様が降りてきたが一番の聖地じゃないですか。でもまあそこを区切るのは難しいから、はい、この境内の中に高山のまあ レプリカというかっていうので、この縦綱っていう砂をこう設けていると。へー、なので要はもう本当このなんですか、ね、上賀茂神社さんからすれば要は、うん、神様が降りてきた山のこうなんですかね、もう模型なので、まあすごい、ね、大事な、ね、この場所なんですよ。でも本当綺麗にね、もうちゃんと毎日これは誰か手入れしてるんですかね、かなとかね、まあ、雨降ったら多分もうボロボロってね、砂みたいなもん、ほんと砂でしたね、砂なんですか、うん、砂をこうもう円錐形にさーっとやってるから、多分もうあれ大雨とか大風吹いたらもうボロボロってなると思うので、そうでもねちゃんと綺麗になってたから、やっぱね、まあ、ちゃんとお手入れを、ね、欠かさず ねみんな管理をされているんでしょうけどね、はい、で そんな山があり、であとなんかそこのね、あの縦札に書いてあったんですけど、はい、この、 あの要はこの上賀茂神社はこの京都でいうとあの北東のこの場所にありますと、はい、まあ、特にあの代理って言ってあの天皇さんのこの御所から
こう北東の方角にあって、はい、であの北東っていうのは鬼門といってですね、うん、あのよく何て言うの陰陽師とか、はい、あの陰陽道家とか、うん、あの風水では、うん、あの要はあの悪い場所、うん、この中 ね悪いものが入ってくる、はい、あのね、こう気をつける場所、うん、でそこを守るためにこのちょうど上賀茂神社が位置していると、うん、いうので、要はこの京都特に御所を、の鬼門のこの守りと。へえ、鬼門を守ってるんですね。そうそうそう。で要はその、 あのよくな清めの塩とか、はい、清めの砂っていうのはありますね、はい、ありますね、はい、この清めの砂っていうのはこの要は縦砂をこう巻くっていう、はいはい、あのことで、要はその清めの砂がなんでそんな習慣が生まれたかっていうと、うん、この上賀茂神社でこの砂を、ま、あのこの鬼門に巻いて、うん、あの清めていたということで、へえと、お清めをするね、そういった神事の、うん、なんていうんですかね、こう起源になっていると。へえ、すごい、すごい、そんなね、ね、誰もが、まあ、知っているというか ね塩をまくとか砂をまくとか ねこうお清めといえばなんかそういうのね、皆さんこうねやったことあるとか、まあね、多分みんな、うんうん、まあ、知っている、はい、でもね、誰が始めたとかどこが始めたというのはそうそう知らないと思う、もちろん知らなかったんですけど、ここがと思って一人でこう境内でこううなずき、へえと思って、一人なんでね、誰かにねすごいねというわけにもいかないし、そうですね、一人でへえと思いながらちょっとこうプチ感動していたんですよ。そうそう。でまたね、この要はその神様が降りてきたこの要は縦綱っていうのは、はい、いわゆるそのなんて神様が降りてくるってよくあのひもろぎとかよりしろって言って、はい、あのね、あの寺とかでもよくあるんですけど、はい、要はその本来この神社の神様っていうのは、うん、あの姿がないんですよ。ほー、難しい、ね、そうそう、あの神様はいらっしゃる、はい、けれど姿はないので、あのほら仏像ってあるじゃないですか、はい、仏さんの、ね、体をこう彫刻したりね、はい、絵にしたり、でも心臓ってあんまないじゃないですか、神様の。そうですね、そうそう、見たことないです。あれはなんでかっていうと、はい、その神道さん神社のこの考え方で、うん、神様っていうのは本来姿がないっていうこの考え方があって、はあ、なのでその仏像は作れても心臓は作れない、はあ、へえ、その代わりにこういう砂とか、うん、鏡とか、うん、勾玉とか、うん、そういうものに神様は宿る、降りてくるっていう考え方があるんで、はあ、このよりしろとかひもろぎって言って、その何か何ですかね、このものというか何かの形に神様が降りてくる、その中に入ってくるっていうのがあって、この縦綱もいわゆるその神様が降りてきたよりしろ、そのよりしろ、そうそう、へえとか思う一人でへえと納得して、とにかく一人なんですけどね寂しい、誰かに伝えたい、そうそうそう、とりあえずあの御朱印って言って、その時ね、あのこの神社お参りした時の、はい、このあのなんですかね、あのこの何書いたものをもらうんですけど、はい、とにかく御朱印で並んでる人にもねーとか思うんですけどね、そのおばちゃんにいきなりねーって言ってもおばちゃんも困るだろうからねでも一人でこう御朱印もらって、一人でへーと思ってね、なかなかでも良かったですよ。そんなね、あのなんかただ古いあの神社さんなので、あの行きたいなと、ずっとやっぱりなんか私のこの当時っていうのがその平安京を作った時に一番最初に作られたお寺なので、はい、いわゆる平安京の、お寺としては一番古いですけど、うん、まあ、その京都自体でいうともうその上賀茂神社の方がもっと古いから、まあ、本当に京都で一番古いその神社に行ってみたいなと。すごい歴史がありますね。そうなんですね、あって、で今回やっと行けてね、そしたらなんか思いがけずそんなよりしろとかね、清め綱とかね、はい、いろいろあのへえと思ってね、よかったです、まあ、本当に まずね、あのこの場所が良かったですね。本当にこのもう森があって空があって、で鳥居がポーンとあって。上賀茂神社と下賀茂神社って近いですか？はい、近いですよ。あ、そうなんですね。そうそう、私下賀茂神社しか行ったことないです。上賀茂の方に行ったことがなくって。上賀茂もね、まあ、はい、どれぐらいですかね、まあ、私今回上賀茂しか行ってないんで、はい、下賀茂は通あの行ってないんですけど、でも途中でバスで通ってるから、うん、本当にバスでも多分10分とか15分ぐらいじゃないかな。
近いですね。そのもの、うん。へえ、上賀茂も行ったらよかった。うん、そうですね。ぜひ、ぜひ今度、はい、行ってみてください。はい。ということでですね、はい、ね、今日はですね、この京都にあります、上賀茂神社についてのお話をさせていただきました。はい、では、ここで CM を、はい、見たいと思います。そうなんだ。下鴨。あ、そうなんだ。じゃあ次はお寺で。お寺で。はい。はい、ですね、今日はもうすぐですね、一度は行ってみたい、神社仏閣のコーナーに、今日は行きたいと思います。ちょっとイレギュラーですがね。はい、ですね、今週、皆さんに紹介させていただくのは、長恩寺というお寺さんですね。長恩寺さん。長というのはあの塩という字、海の塩、はい、海の塩ってあのしょっぱい方じゃなくて、はい、さざ波の方の塩ですね、はい、に音の寺と、要はね、そのさざ波潮の音のお寺さんって、なんか風流な風流ですね、はい、お名前ですが、でここもですね、そのいわゆる実冊といって臨済宗、はい、禅宗さんのお寺さんだったそうなんですけど、はい、こちらも残念ながらもう残ってない、あら、はい、ただですね、琉球国旧紀という、古い、1731年、はい、だから今から300年ぐらい前ですね、はい、に作られた書物にはこの長恩寺さんというのはその亡くなってしまったんだけれど、うん、その後にここの、ね、コーナーでも紹介させていただいた清源寺というお寺がその後に要は建立されたということで、はい、まあ、要はその長恩寺さんの、なんですかね、このは亡くなったけど、はい、その代わりに清源寺さんができたということなんで、というこの記録もあるし、はい、また別の、琉球新陶器って、これは1605年に書かれているからもっと100年以上前ですね、うんうん、の記録には長恩寺さんも清源寺さんも両方とも載っているから、はい、だからこれはだから、その琉球国旧記後から作られた方が間違っているんじゃないかという、こうなんですかね、説もあって、はい、もうね、もう今更この検証の方法がないので、ね、300年前も、そうなんですよね、もうそこにね、もうタイムマシンに行くしかないぐらいかなとなんですけどね、まあ、ただそういう長恩寺さんというお寺があったと。で、まあ、残念ながらね、その場所も、はい、どこにあったのか、いつ建てられたのか、うん、で詳しいのは分かんないんですけど、まあ、少しだけこの記録が残っていて、ね、昔その泉崎、はい、今でいうそこなんだ、こう交差点がありますね、県庁の、あ、県庁の、はい、県庁の、ちょっとあの辺が泉崎ですけれど、はい、はい、に金というお家があって、はい、そこの女性がこのとっても仏さんをこの、はい、熱く信仰していて、それでこの長恩寺を建てたと、はい、でずっと拝んでいたんだけれど、まあ、この人が亡くなるともうお寺をこの守る人もいなくなってしまって、うん、お寺はもう潰れてしまった、廃寺になってしまったと、うん、でその時にお坊さんが一人来てですね、このお寺を泉崎から、泊まりの、泊まり村にこの移転して、そこでこの女の人のお位牌を祀って清源寺としたと。いうから、まあ、だからその記録は、そういった逸話が残っていますよというので、要はそれで長恩寺は亡くなってしまったけれど、清源寺が引き継いだという、根拠にしてるんですよ、はい、でもね、その100年前の他の書物にはや別々のお寺って紹介されているから、ちょっとね難しいんですけれどね、
ただまあ少なくともねこの長恩寺さんというのが多分泉崎にあったのではないかと。そうですね、うん、っていうのが分かってて、あとですねそれ1457年には、うん、あのこの長恩寺の鐘を作ったっていう、はい、あの記録も残ってるから、まあね、うん、確実にお寺さんがあったのは あったんだと、ね、いうところもあの分かっていると。でこのお寺さんがあのあでこの長恩寺の鐘っていうのは、うん、あのその長恩寺さんが、その何年後かに要はもう潰れてしまった。なのでこの鐘だけはその正元寺にあの持ってきたと。あ、そうなんですね、うん、だから要はその長恩寺と、正元寺は一緒なのか別なのかはちょっと分かんないけど、確実なのはこの長恩寺さんにあった鐘を、はい、潰れ長恩寺さんが亡くなってしまったんで正元寺に持ってったっていうのはあの確かだと。だからそれは戦前まであったそうなんですよ、長恩寺の鐘が。で正元寺になって、でも残念なんですけどあの戦争の時にもうあの鐘がもうなくなってしまって残ってないけど、まあでも戦前まではあったと。だから昭和多分19年まではあの鐘があったっていう記録はあるので、まあね、だから多分なんかその鐘があったから、うん、多分昔のその人は何ですかね、うん、この一緒のお寺さんっていう風に混同しちゃったのかなと。混同しちゃったのかもしれないですね。そうそうそう、そうなんですよ。うん、でね、この後そうあの長恩寺さんのあのお寺さんには観音様が祀られていたというのも分かっていますね。なのでね、結構ねあの今は亡くなってしまったお寺さんにしては、うん、結構あのそのどうしてお寺ができたのかとかね、うん、その女の人が建てたとか、うんうん、鐘が、この後には正元寺に行ったとか、うん、観音様祀られたとか、うん、あの亡くなってしまったお寺さんにしては結構この情報は残ってる。情報がね結構あって詳しいですね。そうそうなんですよ。で私ね結構なんか昨日のこの本いろいろあの読んだりするんですけど、はい、あのね、千奈定観さんというあのどこ神戸の方の学者さんが、はい、沖縄の仏教についていろいろこの研究している方がいらっしゃるんですけど、はい、その人があの書いた書物の中に、はい、なんかすごいあそうそうと思ったのが、うん、沖縄のお寺とか沖縄の仏教の歴史って、はい、あの誤解されている、うん、あのなかなか伝わっていないと、うんうんうん、で一番何が問題かって言ったら、うん、資料が残ってないから。あそっかそうそうっていうのが一番で、あのよ私もよくこのコーナーでも言いますけど、はい、この沖縄の仏教のこの歩みとか形と、はい、あの本土県外の、あの仏教の歴史や形が、うん、あの全然違うんですよ、うん、なので向こう目線で沖縄の仏教を解釈しようとすると、はい、あの沖縄に仏教がなかったとか、あの沖縄の仏教はあのいまいち浸透していなかったとか、うん、そういう風なあの目線になってしまうけど、あのやっぱそれは違うと。そうですよね。そうそう、例えばあの何チベットの仏教と日本の仏教とも全然違うんですよ、はい、だけどどっちも仏教、はい、そうです。でも別に、ね、どっちがいいとか悪いとか、はい、あっちが正しいとかこっちが間違ってるとか、うん、そういうのはなくて、でもないですね、うん、なのでそれはもうチベットの仏教はああいう形だよねで、うん、いいし、沖縄の仏教も沖縄の仏教はこんな形だったんだよと、はい、いうのでいいんですけど、なかなかそれが難しい、なんていうのか、ね、どうしても日本の仏教を研究している人が沖縄の仏教を研究すると、うん、どうしてもなんか沖縄の仏教はあんまりこの浸透していなかったとか、うん、なんかもうちょっぴんよねみたいな、そうそうなってしまうけど、そんなことはないですよっていうので本を書いてあるんですよ、でもそれすごい分厚くてね、はい、なかなかいつも途中で眠そうになるんですけどでもすごい面白い。一応神宮寺も出てくるんで、あ、よかった、ちゃんとうちのお寺も載っていると、すごい、ちょっと安心して安心して、はい、読んでおりますがね。で、まあ、そんな感じで、ね、この長恩寺さん、ね、あのその阿弥陀の正元寺さんと、まあ、一緒だったのかもしれないし、じゃなかったかもしれないし、でもね泉崎にあったということでね、なかなかね今本当にね今回ねこの実冊のお寺さんいくつかね紹介させていただいたんですけど、はい、皆さんもね今はねどれもなくなってますが、あの本当にこの古い地図とか、はい、これね古い記録を見ると、うん、あの沖縄ってすごい寺がいっぱいあったんですよね、へ、今よりも多分、そうですね、うん、でやっぱり今
たり前ですけど ね昔はね生きるのも皆さん精一杯だから、うん、寺の坊さんだと同じように ね生きるの精一杯だし、はい、ね、その建てたからね残るかというとねなかなか残らないお寺さんも多いですからね、うん、それでもやっぱりお寺がたくさんあったっていうのは、うん、本当にあの、ね、こんだけ記録があるので、うん、しかもねみんなこれあの国が作ってる琉球王国が、ね、歴史の書物として作っているので、うん、まあ、そんそう嘘は書かない、はい、ですからね、でこの、ね、お寺があるっていうのをねぜひ皆さんね知っていただいて、であの結構ね県立の博物館とか、うん、あの県外とかのどっかのね古い大学 の, あの書物とかに、はい、結構ね沖縄の資料ってあの残ってるんですよ。でもやっぱり私もそうなんですけどあの古い書物ってあの漢文で書いてあるからあ読みづらいんですよ、ね、これはとかあのこう訳していただいてるものがあればへーへーって分かるんですけどね、なかなかねそこがねまだまだあのちょっと勉強が難しくってね、はい、それをたくさんね訳していただけるとねありがたいんですけど ね, そうですね、でもね本当そうやって沖縄にはたくさんお寺が ありましたし、あの例えばこの盆書鐘とか、あといろんなこの仏教にまつわるこの逸話、はい、歴史っていうのも結構あの探せばたくさんあるのでね、うん、ぜひね皆さんもねあのこのコーナー聞いていただいて自分 あの家の周りにも寺がなかったのか、ね、いろいろこう調べてみると楽しいと思いますのでね、はい、ぜひぜひあの皆さんいろいろ見て回ってみてください。はい、ということで、今週はですね、那覇市泉崎にあったと言われておりました、長恩寺というね、古いお寺さんを紹介させていただきました、はい、ではですね、ここで曲2曲目、はい、ね、紹介したいと思います。やっぱりね神様といえば私この曲かな、はい、と思いました。この曲だと思います、はい、では、広瀬香美でロマンスの神様です。映ってる映ってる大丈夫です。私が、じゃあゲストをって言って、じゃあ皆さん自己紹介をするので、何ですか？はい、お客さんからじゃあ自己紹介をして、明日番組あるということで、じゃあ番組、明日の何時から番組の名前とかも決まった？決まった。じゃあ決まってないです。それは明日のお楽しみ。これも職場体験の一環で番組もする。あ、じゃあ職場体験、どうして職場体験でラジオにしたんですかとかちょっと聞いてみて、なんでこんな理由なんですよっていうのを答えていただいて、
木村さんからのコメント来てました。あ、そうです。ネットサーフィンしてたら見つけたんかな。そうね、30度。今30度。今30度ですか。レイバーさん、あ、始まります。おい。じゃあ曲ないんですけども、マイクあげますね。はい。はい。はい、ということでですね、坊主カフェをお送りしておりますが、はい。はい、なんとここで、ゲスト紹介したいと思います。はい、皆さん、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、では、改めましてですね、今日は普天間中学校の2年生、はいはい、の3名さんが来ております。じゃあ皆さんそれぞれ自己紹介をどうぞ。はい、普天間中学校から来ました木野美咲です。よろしくお願いします。はい、じゃあ次どうぞ。普天間中学校から来ました2年生14 13歳のエビチャリです。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。普天間中学校から来ました2年生の荒垣さえです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、なんと普天間中学校の2年生が、はい、職場体験ですね。はい、職場体験、はい、来ております。今日から職場体験ですか。はい、はい、そうなんですね。はい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 、緊張していますね。はい大丈夫です。大体皆さんそんなもんですよ。はい、ですね、なんか職場体験ということですけど、はい、明日でしたっけ、はい、ね、はい、番組を、はいはい、するということなんですが、明日の何時でしたっけ。2時半からですね。はい、2時半から、30分、はい、お、これはもう3人でするんですか。はい、お、どんなこの話をするとか、普天間中学校のいいところとか、お、インタビューしたことを放送できたらなって、お、なるほど、思ってます。もう今順、そのなんか、なんとか台本というかネタも作ってるんですか。もう必死に考えてます、そうなんですね。3人はこの中学校の放送部ですか。あ、私は放送部なんですけど、チャーリーは、私はなんか野球部のマネージャーでアナウンスしたり。あ、なるほど。じゃあそういう、あ、そういうなんかこうマイクの仕事は しているわけですね。はい、さやちゃんは何もやってないです。いいんですよ、全然いいんですよ。私もです、あれですよ、普段はお坊さんですから、別にマイク使って喋るなんてしてないですから。はい、一緒です、一緒。そうなんですね。そうなんで、じゃあ今回この、なんだっけ、この職場体験で、はい、ここの、じゃあ、FM ギノワンさんに行こうというのは、このどんな、なんか、あれが、動機というか、気持ちだったんですか、ね、その、私、放送員やってて、はい、それで、放送のこととかにも興味あって、はい、そのラジオ局を選びました。おお、そうなんですね。そこそこ放送部ですもんね。はい、そうなんですね。じゃあ、チアリちゃんは？なんかいつも放送するときにアナウンスとかでも
めっちゃ緊張して何も喋れなくなるからあなるほど、あなるほど、じゃあちょっとじゃあここで度胸をつけて、はい、あそうなんですね、じゃあさやさんはコミュニケーション力をつけたいから、はい、あなるほどなるほど、そうですね、確かにラジオ局ね、いろんな方来られますしね、そうですね、あとね、喋、うん、らないといけないですからね、そう、喋らないといけないんですからね、あのどうしよう、喋れませんじゃ、こう、そうそうそう、いわゆる放送事故になっちゃう黙っちゃったら放送事故になるんで何か常に発信しないとねそうですよそうですね、確かにのコミュニケーション能力はかなり、はい、あの培われると思いますよ、そうなんですね、そうなんです、今中学校2年生はもうみんな今じゃあこう、はい、どこかに体験に行ってるんですか、はいはい、そうなんですね、その職場体験行くところは自分で決められるんですか、はい、一応希望してやるんですけど、たまに当てはまらない時とかもありますけど、うん、これは何ですか、例えば FM 技能1に行きたいですって、それともなんかラジオ局に行きたいですってなるんですか、と FM 技能1に、あもうピンポイントで、あ書かれてる、あなんかそういう候補があるんですか、はい、あなるほどね、他にはちなみにどんなところがあるんですか、あラウンド1とか、ラウンド1とかマクドナルドとか、マクドナルドとか、それから普天間神宮もあるあ本当に、あ多分じゃあ隣の神社さん、はい、でこう先生がなんか今度職場体験がありますよって、はいこう一覧みたいなのって、みんな好きなのを選んでねって、はい、これなんかあれなんですか、枠もあるんですか、 FM さんは3名ですみたいな、はい、あそらちょっと入れなかったっていう人もいると思います、そしたら、第2候補っていうか第2、第3って次のとこ行って、はい、そうなんです、全部当てはまらない人確かにいるね、 その人はもうじゃあしょうがない、もう、うん、もう自分のあれではないけど、老人ホームとか、あなるほど、ね、てるところ、まあ、それはねしょうがないよ、そうですね、3人はじゃあ一応まあ一応ここで良かったですね、はい、良かったですね、あ良かったですいやいや来てる方じゃなくて良かったです本当ですよね、本当にそこ結構重要ですよね、重要ですよそうなんです、ね、ちなみにですね、私はの時はそういうのなかったんですよ、職場体験って、いやなかったですよ、めぐみもなかった、なかったです、ね、こんな機会があっていいですよ ね、 ねしかも中学校の時ここの場合番組までこう、ね、30分の枠が、そうですよ、 ねなかなかできないです、ね、喋るなんてね、うん、いいね、いいですね、あそう私もそう今思いました、私も放送部でした、放送委員会か、放送委員会、委員会で、はい、あのお昼休みの、 あのお弁当を食べてる、お弁当は給食の時間に何か音楽を流すっていう、うん、あのうちの琉大附属中学校っていうところだったんですけど、そこは部活、放送部っていう部活はなくて、委員会がこのお昼休みの担当で、そうそう、それでいつもねお昼お弁当給食食べたらダッシュして放送室行ってその日の曲を流すっていう好きな曲を流せるんですか、好きな曲を流して、それは一応なんか先生の検閲が入るんですけどでも先生も、まあ、私はでもそんな変なの選ばないから先生がはいいいよみたいな、天満中は、放送室に給食持ってって、はい、もうそこで食べて、あ、食べながら放送してるんだ、はい、そうなんだ、あ曲もあの生徒さんからのリクエストとかそういうのを流してたりします、あリクエスト、楽しい、はい、いいね、曲紹介とかもするんですか、曲紹介はしないですけど、ただ給食の紹介とか、うん、そういうのも私たちがやったりします、ね、今日の給食は、はい、ご飯の産地はどこですとかそれはそこまでは詳しくないですけど、すみませんどこで言っとこうかなと思ったんですみません、どこまでいるのか、ね、はい、放送部さんは、うん、もうじゃあこう1年から3年生までいて、はい、あとオーディション中、うん、オーディションがあるんですか、そうですね、そうね、じゃあ入れない子もいる、うん、でもそもそもあまり人数が少ないんで大体受かる人が多いんですけど、なるほど、でもそのなんていうんですかね、入ってくる人が少ないっていうんですか、でもちゃんとそういう、はい、あの入るためのオーディションはあるわけですね、はい、そうなんだ、
あの野球部の放送もどんなことをしてるのか気になりますね。なんか普通の試合のなんかピッチャーみたいな。ああ、試合の時に。ピッチャーの名前を言ったりするんですか。はい、かっこいい。これだって試合って別にほら相手がいるわけじゃないですか。まさかね、自分たちだけでできないから、じゃあその大会というかどっか行ってその球場とかでアナウンスをする。へ、はいはい、ウグイス城っていうやつじゃないですか。ねえ、ね、すごい、うん、素人ですよ。大丈夫です、最初みんな素人だから大丈夫です、生まれた時からプロはいないです。へ、じゃあ相手のマネージャーさんもいる。あ、いない時にやったり、うん、なんかもうベテランのアナウンスがいるときはもうその人にすぐベテランって、それはその同じ中学生、ああもう慣れている人とかが、そうなんですね。じゃあもう大会のほら中退、ほらこの前中退になったじゃないですか。やりました。やったんだ、すごい。ちなみにどうでしょう、普天間中は。あ、もうボロ負けそうなフォールド負けくらい。そうなんですか。そこまで言う。8対1だったかな。少し肩持ってあげる。いや、まあ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 、まあ、事実はね、事実としてね。すごいですね、中大連、その中学生がこうやるんですね。やるんです ね。中学生がアナウンスしてるって知らなかったです。ねえ、だいぶ私たちも、メイクと一国にしても悪いんですけど、いや、世代と多分全然違うと思います。ね、多分そういうの大人がやってましたね。大人がやってました、普通に、先生とか、すごい、でもいいですね、本当に。なんかもういろんな経験、勉強させてもらってね、うらやましい。明日はどんな番組にしますか。そうね、明日はそれとどんな、はい、できるだけ楽しい番組にしたいと思ってます。なんかほらさっきいろいろ今聞いて回ってるところ、これはその学校の、はい、同級生とか人たちに、はい、普天間中どうですかみたいなインタビューをしたんですか。先生に今のところは聞こうと思ってますね。でして私たちじゃあ見えないものも見えてくると思うんで。あ、なるほどなるほど。大人というかもう先生の意見と。はい、先生をいじったりもするんですか。まあたまにですけど。それは明日も聞けるんですかね。どうでしょう。あ、それはまた別の話ですね。そうなんだ、いいですねこの先生。なんか本当になんかいろいろ聞けば聞くほど、うん、ジェネレーションもジェネレーションギャップですね。感じますね。この子ね、全然中学校の先生やったらもうね、まあ、うん、授業以外あんまり喋らんしね。本当ですね。ツイキャスの方もコメントをいただいてます。レイ君さんから、懐かしい職場体験放送部ありましたってコメントをいただいてます。あ、本当だ。中学校とか、野球部のマネージャーはなかった。あ、ね、そうですよね、まあ、レイ君さんがいくつの方かちょっと分かんないですけど、ね、でも職場体験があったから、まあ、まあまあ、ね、そうきっと若い方なんでしょうね。あるんですよ職場体験。ぜひ神宮寺にも、はい、座禅から、ね、神宮寺も募集しましょう。座禅からなんですかね、なんだろう、お経まで、お経まで、お経まで。友達の話によると、もしかしたら巫女さんの姿をするかもっては言ってましたよ。あ、でも神宮の方ですかね。じゃあ女子っていうことですね、はい、男子じゃないですよね。さん、神宮希望したけど当たりませんでした。あ、そうなんですね。あ、キキマルさんがね、職場体験なら普天間宮で巫女さんのバイトとかどうでしょうって、うん、まさにお隣はあるみたいです。そうですね、巫女さんいいですね。じゃあ神宮寺はですね、なんだろう、一休さんみたいな格好がいいですかね。一休さんみたいな一休さんですか。そうそうそう、どっちですか。はい、まず丸坊主バリカンを。まず丸坊主から、はい。まずね、そこから入っていただいてね、二層体験ですかと思ってます。そうですね、二層さんってね、どんなんですかね。私あんまりね、女性のこの坊さんって周りにいないので、はい、どんなことをするのかな。あんまり一緒だと思うんですけどね。今度は聞いてます、誰かに、二層さんって何するのって。何するのでもいいんですけど、ね、番組もあと1分ほどになってしまいました。本当だ、あっという間の時間ですね。はい、じゃあ、はい、ね、あ、じゃあ明日のこの番組を、じゃあもう一度紹介を、ね、明日の何時からでしたっけね。
2時半からですね、はい、私たち3人で頑張りますので、はいはい、ぜひあの皆さんですね、2時半から30分はい、聞いていただければと思います。はい、では今日ですね、職場体験ということで、普天間中学校から、3名、ゲストで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。あとですね、あの皆さん、あの番組の冒頭にもお伝えしましたが、リスナープレゼントでですね、あのシャツの方を、皆さんにプレゼントしたいと思います。希望の方は神宮寺まで取りに来てください。ではさようなら。お疲れ様でした。